皆さんこんにちはレックス,リンコースの根本ですここでは私が毎年担当している室内予想の講座の紹介をさせてください。私はもうかれこれ大体10年ぐらいでしょうか。室内予想の講座をやっています。で、今この画面に出ているのはこちら、私が予想したものがどれだけ当たったか、昨年、一昨年のものは出ています。予想した内容と丸がついている場合が、まあ、当たりましたよと。 こんな感じでやっていますちなみにこれ昨年だとこんな感じです。全部が当たっているわけじゃありませんがかなりのヒット率だと思います。毎年のように傾向の分析実務会の動向そういうものを入れて室内予想をしています。 具体的にはその講座ではこういうことをしていますこちらすべての科目すべての分野についていつ出ていて今年の出題可能性はどうかってことを指摘しています今年の可能性が高いものを A これはないだろうというのを C それ以外が B という形で、すべての科目、すべての論点について、こういった分析をします。なので、直前期学習のときに、ここはしっかりやるべきなのか、ここは手を抜いていいのか、というのは、これを見ると一目瞭然です。こういった予想に加えて講義をしている講座、それを2タイプ毎年やっております。2つありまして、 回数が14回と長いものと、回数が2回、生講義だと1日終わるもの、この2タイプがあります。14回の方なんですが、この14回の方、講義の内容としては、出題予想に加えて、各予想分野についての説明をしっかりやっていきます。また、レジュメの内容。レジュメの内容は、やるべき過去問。あと、まだ出てないミス論点。 それを凝縮した一問一答プラス図表にしています。膨大な過去問の中で、この質な予想分野はこれをやっとけばいい。そして、答練問題の中でも、これをやっとけばいい。といったものを、足を厳選して、厳選したレジュメを作っています。プラス図表でまとめられるようになっています。一方。一日で終わる方。こちらについては。 講義自体はマイナー科目、マイナー分野に限ってあります。民法はそんなに内容は触れません。でもマイナー科目はそこそこ触れてきます。そしてレジュメについては、絶対に落とせない、ド基礎だけの足集にしています。こういった形で、こちら14回の講座と2回の講座に分けています。予想している内容は同じです。 そして開講時期とそれに合わせた勉強の仕方も違います。まず14回の方。14回の方は3月の下旬。こっからスタートします。で、5月の半ば。上旬だ。通信だと5月の半ばに終わります。なので、この講座を受講した場合は、この3月から5月の半ばまで A ランクをしっかり潰していく。そしてこの5月以降にはそれ以外の論点を見て穴をなくしていく。 一方、一日で終わるタイプの方、こっちのタイプの場合は、大体5月の下旬に実施されます。そこまでは普段通り自分の勉強をする。そして、5月の下旬にこれを受けた後は、自分の学習に加えて、この A ランクの部分はしっかり読んでいく。こういう学習スケジュールになります。どちらの講座も、私が10年近くやっている自信の講座です。ぜひ お時間の方を取れるのであれば、ご受講の方を考えてください。以上で私の動画は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。